これはですね、まあ、タンペジェ、タンペジェ州という州の州都、タンペジェになります。皆様、要するにここはユカタン半島といいます。メキシコの地図見ると一番右、東の方見ると地図がね、ちょこんと北に向かってつけた半島があります。これがユカタン半島。このユカタン半島は、このカンペチェ州、これから行くメリダ、シテンイッツァなど敵がある州がユカタン州、そして、このカンクンがあるところがキンタナロー州、3つの州で構成されております。ここユカタン州、どこからユカタンという名前がついたのか、これまたいろんな話があるんですけども、スペイン人がこちら来まして、さっきのね、フランシスコ・モンテーホ親子が来る前、実はスペイン、キューバを拠点にしていたスペイン軍はですね、カリブ海諸国を探索してで、おりまして、で中米、南米はコロンビアとかベネズエラのあたりをうろちょろして、でそのユカタン半島にもやってきました。1517年、ね、さっきのアステカ帝国を滅ぼしたスペイン軍が来る前の2年前に1回ここスペイン人探索に来ております。スペイン人、もちろんここにいる人分かりません、ね、何を話してるのか全く分かりません。まあ、スペイン人はですね、この辺りやってきまして、ね、ここは何という場所なんだ、スペイン、地元のマヤ人に聞きました。マヤ人、もちろん、こいつらは何を言ってるんだという感じで逆に問いが返したそうです。はっきり言えば何で言ってるのか分からないという感じなんですけどね、彼らは何を話しているんだ。それはですね、このユカテクマヤ語、ユカテクマヤ語でですね、まあな、キーカータンって言ったそうです。これユカテクマヤ語ってですね、発音難しいんですよ。なんか喉の奥を閉じてなんか痰を吐くような発音っていうんですか、非常に難しいです。なんでちょっと私の発音もちょっと意外なんですけども、まあ簡単に言うと、まあな、まあなで、まあノー、英語のノー、キーカータですね、まあ、言ってることがわからないっていう感じになってですね、まあな、ティッカッタンって言ったそうで、それをスペイン人はですね、ティッカッタンっていうところだけ、聞き取って、それをティッカッタンでユカタンの土地というふうに彼は、つけていきます。でここ全体がユカタン半島に、まあ、統一されていきました。ちなみにマヤっていう言葉もですね、まあ、彼はここに来た時、スペイン人はここにいた人がですね、みんなマヤマヤって言ってたのを聞いて、このやつらはみんなマヤだっていうような感じでね、つけていたそうです。まあ、まあ、マヤでそのマっていうのも、いわゆるノー、ネガティブのね、ノーですね、ヤブっていう意味ですけど、ヤブでも少しもという、意味になるそうですね、少しもわからないというような感じでマヤって言ってたところから来たというね、説が、あります。まあ、他にはですね、マヤハといってですね、ここは川とか湖がないんですよね。まあ、セノーテは一部はもちろんありますけども、スペイン人はここ水のない場所、彼らが、ね、水のない場所マヤハって言って、そこからマヤからマヤの人たちというふうについたという、ね、話もあります。メキシコシティから飛んできますと、こちらはですね、本当に先住民の方が非常に多く住んでいるエリアで、その先住民の方もね、ユカテクマヤ語っていうね、マヤ語を話しております。先ほどちょっとご案内したここの、マヤ語、皆さんマヤマヤと言いますけど、マヤ語っていうのはですね、実は正確に言うと30ものマヤ語に分かれます。メキシコはですね、今でも先住民1500万ぐらいいるそうなんですよ。まあ、人口の1割弱って感じですかね。一番多く話されているのはメキシコシティ周辺にいる、まあ、ナワ系言語と言われております。アステカの言葉とかね、今でもその末裔もちろんいます。でその次にメキシコで話されている先住民言語っていうのはユカテクマヤ語と言います。ユカテクマヤ語、一説で150万人ぐらいね、話されているそうです。その他にはね、サポーテコーベミッチテココというまた別の先住民言語も話されております。で、そのマヤ語の中でも一番話されているのがユカテクマヤ語。で、他にはね、聞いたことないと思いますけども、セチルマヤ語とかソルサルマヤ語、タホナバルマヤ語、ラカンドナマヤ語ありますし、お隣のグアテマラ空港に行くと、キチェマヤ語とか、
カクチケルマヤゴ、イッチャーマヤゴなどなどがあります。まあ、この辺にあるこの辺で話されているユカテクマヤゴ、マヤゴはユカテクマヤゴになります。でちなみにそのユカテクマヤゴ を使った映画、昔放映されました。あのアメリカの俳優さんで、あのメル・ギブソンさんいらっしゃいますよね。あの方が映画や撮影した映画アポカリプト、聞いたことございます？これあのマヤを舞台にした映画なんですよね。これマヤ人がここで静かに生活しているところに異民族がやってきて、でその異民族がそのマヤの村をそれぞれ襲撃しては捕虜にして、連れて行かれた捕虜は一人また一人と生贄に捧げられるという、まあ、それを見るとマヤの生活とかね、分かるかなと思います。我々勉強しているものから見るとちょっとこれ行き過ぎだなとか、ちょっと混ざってるなとかいろいろあるんですけども、まあそれは楽しいと思います。で、撮影参加している人はみんなユカテクマヤ語を話しております。ぜひ興味ある方はね、アポカリプト、まあ、日本語にすると目次録という意味になるそうですけどね、アポカリプトという映画があります。まあ、ちなみにその映画はですね、みんな、マヤ人が異民族に襲撃されて捕虜にされて、一人また一人と生贄の儀式に捧げられて心臓を抜き取られていく。主人公の仲間がみんなそれぞれ殺されていくんですけども、主人公が生き残るんですね。まあ、これはね、映画見てみてください。でちなみにそのユカテクマヤ語で、おはようございますっていうのはですね、マーロキン、マーロブキンと言います。マーロブキン、あのスペイン語も覚えてないのにいきなりマヤ語を教えるなって感じかもしれないんですけども、マヤ語、ユカテクマヤ語でおはようございますのはマーロブキンと言います。マーロブでですね、良い、英語のグッド、キンで太陽、良い太陽、良い日、ね、それでおはようございますというように、ね、使われるそうです。マーロブキン、ありがとうというのが順法です。今ご案内したアポカリプトという映画でですね、まあ、その村にその、ま、その村のマヤ人の村の酋長さんがその主人公の若者にね、その村に伝わる大事なものを受け渡す、瞬間があるんですけど、その時にその主人公の若者はですね、ありがとうございます、全順法的と言ってたことがありました。わ、本当にあれ使ってるんだって、ね、勝手に感動した覚えがあります。日本語でもオリジナルバージョンで日本語字幕のやつ多分放映されたと思うんですけどね、ありがとうが順法です、ね、元気ですかっていうのはね、確かばり、あのこれ試験じゃないんで覚えなくてもいいです。まあそういうね、ユカテクマヤ語が話されてるかなっていうのはね、ちょっと覚えてるんです。基本的にこちらの方は大体何ですか、言葉2つ話せます、もちろんユカテクマヤ語と、スペイン語です。今でも年配の方でですね、スペイン語わからない人やっぱりまだいるそうなんですよ。で、田舎町行きますと、田舎町というか、まあ、村ですね、地方の村行きますと、やっぱりそのマヤの方同士ですと、ね、マヤ語を話しております。皆さんスペイン語の会話でしたら、あれはスペイン語って話してるんだなとか、イタリア語話してるんだなって分かるかなと思いますけども、それ以外の言葉を話してたら、きっと彼らは、あれはきっとユカテクマヤ語話してるんだなっていうのがね、分かるかなと思います。で皆さん、今日はですね、一日中、今日明日か、ずっとこういう景色です。山もなく、川もなく、変わり映えのない、まあ、平らな土地がずっと今日は続いていきます。この土地が真っ平らなのはですね、特にメキシコシティから来ると、いやメキシコシティとその周辺でね、山があって盆地があって独立がいっぱいあったと思います。こちらは全くないです。というのもですね、このユカタン半島というのはですね、今から6500万年前というのはもともと海の底だったそうです。そしてその海底がちょっとずつ隆起して水面に現れできた土地がこのユカタン半島になります。
なのでこのユカタン半島は、全て石灰岩の大地になっております。周り見ると木があって、ね、畑があって表面土があってって感じですけども、ね、ちょっと掘ればすぐに石灰岩が現れます。前方の方に橋があって、橋の向こうに崖があります。あの崖の岩の色、みんな白いですよね。ピンク、ちょっと変色してピンク色っぽくなってますけども、これみんな石灰岩なんです。なのでどこを掘っても、出てくるのは石灰岩しかないです。場所によっては化石っていうんですか、出てくるところも結構ありますし、昔からここはピラミッドとか作られていたんですけども、ピラミッドに使われる石もこの石灰岩になります。でピラミッドに使われるその石の中にこの化石が入っていたりすることもあります。場所によってはサンゴの化石っていうんですか、入っているところも、あります。で周り、木とか橋、林とかありますけども、地面土を掘ればむき出しになっているところもありますし、30センチぐらい掘れば出てくるところもありますし、1メートルぐらい掘って出てくるところもあります。でここでもちろん雨降ります。雨降ると川とか湖にならずに全て石灰岩の大地に染み込んでいって、で地下の鍾乳洞に、水が溜まります。で鍾乳洞の天井の部分、いわゆる地表の部分が重くなって陥没して現れた水面がセノーテと呼ばれております。実はセノーテは聞いたことありますよ。明日セノーテ行きますよね。セノーテ行くとですね、その陥没した石灰岩の大地の底の方に水が溜まっております。これは石灰岩でろ過されたきれいな水が、溜まっている。それが 今観光化しておりましてね、セノーテダイビングとかセノーテシュノーケリングとかっていうふうにありますけども、非常にきれいな水で、地下水のところで泳ぐこともできます。飲まないで、昔はもちろんこの人は飲み水にしてましたけども、皆さん飲まないでくださいね。なので昔からここで、マヤ人の集落ができたとできるところは大体、そのセノーテがあるところになります。もちろん、例えば明日行くチチェンイツァ遺跡の中にもセノーテがあるんですけども、そのセノーテは直径60メートルで常に太陽の日差しを浴びてるんで、も光合成してですね、すごく濁っちゃってるところ、いやこんなところで泳げないっていうところあるんですけども、そこは主に就業儀式に使われていた場所だったんですけども、一部そういうね、濁ってるセノーテもありますけども、大体鍾乳洞型セノーテですと非常に綺麗な地下水のところで泳ぐこともできます。あと皆さん水着持ってきました。別に私に見せてくださいというわけではないんで別にいいんですけども、そういうね泳げるところもあります。でここは石灰岩の大地なので土地は痩せております。周り見ると木はいっぱいあるように見えますけど、みんな低木です。低いですし、枝も幹も細いですし、葉っぱもありますけどそんなに濃くはないんですよね。もうちょっと南の降水量が多いところに行くともっと幹が太くて、もっと緑緑してるジャングルはあるんですけど、この辺はねこんな感じ。ところどころ、太い木があったりします。これはまた後でお話したいと思いますけどね、大体ね枝はね、幹は細い、木が多いです。今カンペチの町を出まして、一度、ね、この国道を出まして、ずーっとこういう平らな土地、景色変わらない、ね、この道を走っていきたいと思います。ね、皆さん朝ごはん食べて、ね、ちょっと油で揚げてるんで全然形ピンとこないですよね。これね、日本語にするとなかなか難しいんですけども、ね、調べてみるとほうれん草の木というふうに出てるんですよ。ああそうなのかなって感じです。
ちょっとピンとこない方は、今日 の、 あの夕食食べる、今日あのロあのホテルの外のレストランで食べるんですけども、そこのレストランのチャヤっていう名前なんですけども、そのチャヤを使った料理が非常に有名です。で、入り口のところにそのチャヤの葉っぱが置いてありますので、ね、多分観光客からチャヤってどういう植物なのっていう質問があまりにも多いんで、ね、チャヤあの入り口のところに展示してありますので、ちょっと覚えてる方、あ、これかっていうのを分かると思います。形的に言うと、なったらいいでしょう、あのカナダの国旗のカエデみたいな感じの葉っぱです。あんな感じの葉っぱ、あの、ま、全くあれと同じじゃないですかね。で、そのチャヤ、まあ、ちなみに今日の夕食はチャヤのクリームスープだと思うんですけども、チャヤだらけ、この辺ではチャヤがいっぱい取れます。で、そのチャヤにですね、あ、昨日の夕食の前菜、あの蜂蜜かかってましたよね。なんでこんなところに蜂蜜なんだって感じなんですけど、一応あのお店としてはあの蜂蜜を売りにしていたんですけども、この辺で有名なものの一つってあの蜂蜜なんですよ。ここはですね、スペイン人が来る前から実は養蜂が有名でした。これからの観光地行きますと、あのマヤの蜂蜜ってよく、置いてあります。まあ、もちろん蜂蜜なんか日本でも手に入りますけども、こちらの蜂というのはですね、メリポナという種類の蜂になるそうで、針がないんですよ。針がない蜂ってすごい真っ黒です。一瞬バルバルの周りをどんどん飛んでる 黒い虫がですね、なんかハエみたいなものが飛んでるな、うざったいなと思うことがあるんですけども、まあ、もちろん、レストランにいるのは大体蜂ですけど、ハエですけど、例えば遺跡の中とか、こう茂の中歩いてるときに黒いものが飛んでるら、そのメリトナという棘のない蜂だと思います。これもちろん刺さないんで、ね、まあ、安全とは言い切れませんけども、ね、一応針のない、蜂です。で、昔はマヤ人はそこから蜂蜜を取って、ね、養蜂していたそうです。昔ここサトウキビありませんでした、スペイン人が来るまでは。なんで砂糖はなかったので、それ以外で糖分取る方法は蜂蜜。蜂蜜ももちろん基本的には位の高い人しか、まあ、食べることができなかったんで、一般庶民はね、そうそう手にする、口にすることができなかった。あとはフルーツとかですよね、パパイヤとか、そういうものから糖分を取っていたと。こういう田舎道通ってると時々蜂蜜のことはスペイン語でミエルって言うんですね、ミエル。M-I-E-E-L。M-I-E-L ですね、ミエル。っていう看板があったりします。そこではね、そこの、農家で採れた蜂蜜を直売している。やっぱり純度が違います。まあ、興味ある方ね、蜂蜜とかね、買ってみると面白いかなと思います。他にこの辺で有名なものというのはですね、まあ、有名なものというか、ここマヤユカタン半島原産の植物、作物というのはですね、チューインガム。チューインガムって実はマヤ人が噛んでたものなんですよ。これはですね、こういうジャングルの中に今歩いてますと太い木があります。これチコサポーテという名前の木があります。そこの幹のところに傷をつけますと、バッテン印つけるとそこから白い樹脂が出てきます。それを集めて集めて煮込んで形を作って、で形ができたらですね、それを、ね、口の中ちぎって口の中に入れてきます。でマヤ人はそれをですね、まあ、歯磨き代わり、または、口の中を、喉の渇きを癒す効果があったそうです。逆にマヤ人はですね、昔からここでチューインガムをくちゃくちゃ噛んでいたそうです。で、ここは普通にマヤ人はね、昔から取れていたものを普通に噛んでただけなんですけども、1800年代半ばにですね、アメリカ人の
トーマス・アダムスという方がこちら、この方のメリダの、ね、領事館にいたそうなんですけども、まあ、マヤ人の生活を見てみたいということで、こうマヤの集落を歩いていると、彼らが口に何か言ってくしゃくしゃ感じるのを見たそうです。彼らは一体何を噛んでるんだ、ああそういうのか、ね、チューインガムか、そういう効果があるのかというのをね、感心して見ていたそうです。で、彼はトーマス・アダムスはアメリカ本国に帰って何かあれできないかなって考えて、それに味をつけて売り出したものがチューインガムの始まり。彼はアメリカン竹炉社という会社を作ってですね、チューインガムを売り出していきました。例えば今でも、トライデントガムとかありますよね。あれもどっかラベルを見てみますと、アダムスという登録商標のデザインが入ってますので、まあ、見てみると面白いかなと思います。チューインガム、英語ですとチューインガムって言いますけども、スペイン語では、チューインガムのことをチクレと言います。チクレのチー、これユカテク前語なんですけども、チクレのチーで口、明日行くチテインタのチーも口です。で、クレで動かす、直訳するとチークレ、口を動かす。これスペイン語のチューインガム、チクレっていうのはもともとマヤ語が語源になっております。よく街中歩いてると、その何て言うんですか、タバコとか、キャンディーとかチョコレートとか声を張り上げて言っている子供たちいますよね。チョコラテとかね、タバコのことシガーロって言うんですけど、言ってる人たちがいます。で、そこでチクレチクレって言ってる人がいます。チクレって言ってたらチューインガムを売ってるってことになります。で、アメリカで昔チューインガム作られまして、まあ、アメリカで流行って、そこからヨーロッパから世界中に広がっていったそうです。日本にも明治時代に一度入ってきたことあったそうですけども、まあ、人前でくしゃくしゃ口を噛んでるのははしたないということで広がらなかったそうですけども、まあ、戦後、まあ、高度経済成長するときに、なんか何ですか、白物家電とか売って、でその時にね、おまけについてきたのがチューインガムだそうで、それからね、日本中にチューインガムが広がっていったという話があります。今のチューインガム、人工合成のものが多いんですけども、今この辺でもですね、そのチューインガム、ナチュラルチューインガムが売ってます。まあ、もしこちららしいお土産が欲しい方がいらっしゃったら、こちらのチューインガムなんか面白いんじゃないかなと思います。ただこちらのチューインガム、皆さん味付いてないですから、まあ、美味しくないと言ったら美味しくないですけども、味ないです。なんか木のくずを噛んでるような感じって言ったらいいですか。もし気になる方がいらっしゃいましたら、やっぱり遺跡関係ですかね。今日牛丸遺跡にもね、売店でチューインガム売ってますし、知っていたのを週バイトでも売ってたかな。まあ興味ある方ね、まあ買ってみてください。なんか薄っぺらい板状になってます。まあできれば割れてないのを買うのが一番だと思いますけど、割らずに日本に持って帰るの難しいかなと思いますけど、興味ある方ね、買ってみてください。こちらのマヤの方はね、そのチューインガムを、噛んでおります。このマヤではないんですけども、この近郊で採れていた作物っていうのが、チョコレートの原料のカカオの話は聞きました。皆さん、プオブラという町でお昼ご飯、モールコブラの食べられました。どうでした？ちょっとあれ、賛否両論ですよね。多分コロニアルっていうレストランで食べたと思いますけど、私あそこのモーレ好きなんですよ。まさに八丁味噌を焦がしたような味っていう感じで、あれもレストランの味、家庭の味があるんで一概には言えないんですけどね。ね、料理はカカオとかね、香辛料とか唐辛子まつしてきたそうなんですけど、ね、このチョコレートの原料のカカオも、まあ、この、まあ、マヤではないですけど、この近郊で採れておりました。カカオは、まあ、南米の
ブラジル、アマゾンの地域とかコロンビアのこうなんかアマゾン近郊あたりで取れていたという話もありますけども、まあ、同じ時代にこちらでも取れておりました。でそのチョコレート、ね、そのチョコレートが、カカオですね。そのカカオ、スペイン人が来る前は主に3つの用途で使われておりました。1つが、栄養価の高い酒を持つということで、需要競争の飲み物。それはやっぱり基本的には位の高い子しか飲めなかったものです。しかも昔は砂糖がなかったので、香辛料と唐辛子を混ぜてできた、を調合して飲んでおりました。なんで、苦辛いホットチョコレート。皆さん、ピンときます。本当にカカオ 100% のホットココアの素、めちゃくちゃ苦いです。で、大きい壺であれ煮込むんですけども、煮込んだ後にですね、飲むときは、その大きい器を、大きい壺からですね、ちっちゃな器に注ぐんですけども、その時に、高いところから低い方にジョボジョボジョボと勢いよく注ぎ込みます。そうすると今のカカオ、今のココアみたいな感じで泡が立つんですよね。その泡をね、昔は楽しんでいたそうです。まあ、それがちなみに、まあ、スペイン経由でヨーロッパに持ち込まれて、でそれから砂糖と混ぜて、ね、飲まれていって、でそれからね、油分とカカオの、ね、粉の部分と分離して板チョコが作られていったのがね、有名な話ですけど、それとカカオが、世界中に広がっていきました。まあ、皆さんチョコレートでいうとアフリカ、今生産地がほとんどなんで、アフリカ原産というイメージありますけども、もともとはね、こちら中南米が、ね、原産になるそうです。そしてもう一つの用途というのが、まあ、希少価値な作物ということで、ね、神様へのお供えとして捧げられていたそうですし、でもう一つが貨幣代わりに使われていたそうです。やっぱり希少価値な作物だったので、昔はトルエーゲといって物々交換が行われていました。ただスペイン人がこちらに到着する頃ということを、いう頃はですね、この辺りでは貨幣として流通しておりまして、例えばカカオ1粒とトウモロコシ、10個とかですね、カカオ5粒とウサギ1匹とか、カカオ100個と人間の奴隷1人とかですね、そういう、物々交換というか貨幣として使われていたことがあったそうです。ちょうどコロンブスが新大陸を発見してこのカリブ海を探索しているときに、今の中米ホンデュラスのあたりに来たそうです。でそこで海上交易が行われていまして、その沖合でですね、2つのいわゆるカヌーに乗った人たちがですね、なんか物々交換をしていた。一方は何かの物体らしいものを渡して、もう一方は何かちっちゃな粒を数えて渡していた。で数を数えたときにその粒が自分の手から落ちてしまった。今も我々お金数えてて小銭とか落ちたらすぐ必死で拾い上げますよね。でそんな感じで彼らもですね、そういう粒が落ちた時に必死になって集めて、かき集めて拾い上げていたそうです。まあ、そういう様子もコロンブスがこう見ていたという話になります。なんでメキシコ今、まあ、商業的に大量生産はしてませんけども、まあ、民芸品扱い的にですね、カカオが、生産されております。まあ、メキシコのお土産の一つとしては、まあ、聞いたことある方いらっしゃると思いますけども、テキーラを入れたチョコレート、まあ、我々テキーラボンボンと言ってますけどね、チョコレート昔日本でウイスキーボンボンがありましたよね。あんな感じでチョコレートの中にテキーラクリームが入っているお菓子というのもあります。テキーラ自体は結構赤く作られてるんで、まあ、お酒、ね、テキーラの香りはしますけども、ちょっと私からすると甘いなって感じ。これはどこでも買えます。こちらでも買えますけども溶けちゃうんで、溶ける可能性があるんで、まあ、メキシコシティに行くかでもいいかなと思います
た他にはね、あのアイスクリームのバニラ味のバニラとかね、こちらでも昔から取れていたそうです。でこの辺であの有名な作物というのがですね、他にまだまだありまして、特に有名なものがエネケン。エネケン聞いたことあります？エノケンじゃないですからね。エネケンというのはですね、ユーゼツランの仲間です。ユーゼツランわかりますか？あのお酒のテキーラの原料になる植物、あのアロエの置き番。あんまりまだ多分今度行くね、テオティワカン、メキシコシティの近郊にあるテオティワカン遺跡行きますと、あのユーゼツランがいっぱいあります。あれの仲間です。一般名称がマゲイ、ね、正式名称とか学術名がアガベと呼ばれております。日本語にするとリュウゼツラン、サボテンではないですからね。あのドラゴンのリュウの、ゼロ下、あの肉厚に小型下の形に葉っぱが似ているためにリュウゼツランというふうに、ね、呼ばれております。それの仲間でエネケンという植物があります。聞いてこない方はあのサイザル朝の原料と思っていただくといいかなと思います。このエネケンはですね、その肉厚の細長い引き締まった葉っぱからですね、すっごく強い繊維が取れます。後であの牛丸遺跡かお昼のレストランがどっかあればご案内したと思いますけどもね、エネケンという植物、肉厚のその葉っぱからですね、非常に強い繊維が取れます。でその強い繊維を昔のこのマヤ人は、まあ、自分たちの生活用品として、例えばサンダルとか、いわゆる日本語にするとサンダルじゃなくて足袋じゃなくて草履か、わらじか、という感じで使っていたりとかですね、衣服に使っていたりとかですね、いろんな用途に使われておりました。スペンジが来てからの話ですけど、それからはあのハンモックに使われていたこともあったそうです。ここの有名な民芸品はあのハンモックですからね。ハンモックでも、人工合成のハンモックは安いです。エネケンで作られたハンモックは非常に高いです。マヤ人はそのエネケンの繊維を日常生活に使っていただけなんですけども、これ1800年代半ばからですね、スペイン人はこのマヤ人が使っあの栽培しているそのエネケンに目をつけまして、その非常に強い繊維をですね、彼らはなんとロープにして、使うことを考えました。皆さんあのよく大きい船がですね、港桟橋に着くとぶっといロープをあの桟橋のフックに引っ掛けてっていうところあの様子ありますよね。あのぶっといロープです。エネケンというのは非常に強い繊維なので、それを、紡いでぶっとくして、でそれをロープにして使うことを考えました。でそれをですね、ここにいたスペイン人はその繊維を集めてヨーロッパに出荷しました。それがですね、爆発的に売れました。そのうちここにあったエネケンというのはですね、金のなる緑、金のなる緑と呼ばれるようになりました。エネケンを栽培して繊維を取って、それをヨーロッパに売るだけでものすごいお金になったそうです。もちろんそこで働かされていたのはこのマヤ人になります。このエネケンという植物、スペイン語にするとエネケンなんですけども、マヤ語にするとサッキ、英語にするとサイダルと呼ばれております。ちなみにここで取れた繊維を港に持って行って、その港からヨーロッパに出荷したんですけども、その時出荷した港というのがサイザル港、サイザル、スペイン語にするとシサル、 SISALというふうに書いてシサルというふうに発音するんですけど、英語版に発音するとサイザルというふうになってます。そこからサイザル朝と呼ばれるようになりました。ここで作った、エネケンの繊維がヨーロッパに売られ、ものすごいお金を得て、でその他
金を得てお金持ちになったスペイン人をエネケン貴族と呼ばれるようになりました。エノケン貴族じゃないですよね、エネケン貴族。ここにいたスペイン人はエネケン貴族となり、より一層お金持ちになっていきました。そして得たお金でまず自分の住んでいた家を豪華絢爛に作り上げ、で自分の所有地を広げ、で所有地の中の建物を豪華に作り上げていきました。でその後エネケン貴族の子供たち子弟をヨーロッパに留学させるようになりました。これは今から150年前の話です。今から150年から今から100年前の話です。でエネケン貴族がですね、自分の、子供たちをヨーロッパに留学させます。その留学先はフランスでした。その当時のですね、大統領、これポルフィリオ・ディアスという方なんですけども、この大統領はなんとフランスカブルの大統領でした。そしてその当時のね、一番進んでいたフランスの政治とか経済とか文化、芸術、そういうのをですね意識に取り入れておりました。いわゆるオフランスですね。いつの時代にもこうお金持ちのステータスはということがよくあるんですけども、一昔前はメキシコのお金持ちのステータスは、例えば車を持っている弟とかですね、どこどこに家を持っているとかですね、お手伝いさんを3人雇うとかですね、そういう感じだったんですけども、当時は今から100年前のお金持ちの、シンボルというステータスというのはフランス語を話せることが条件だったそうです。なので当時はメキシコシティを中心にですね、フランス語はよく話されております。ちなみにその今から100年前に、メキシコにやってきた日本人の外交官が堀口熊市という人物です。外交補佐官というんですか。でその息子で一緒にやってきたのが堀口大学という方。この方は後にフランス文学家、フランス語通訳、翻訳家として有名になった方なんですけども、この方はフランスに行く前にメキシコにやってきてました。お父さんの都合で。でメキシコに来てるくせにスペイン語じゃなくてフランス語、その当時のね、流行っていたフランス語を勉強していたそうで。で、ここにいたスペイン人もお金を置いて今度フランスに子供たちを留学させ。で、その子供たち、家族、まあ家族でいいんですけどね、またこのユカタン半島に戻ってきて、この辺りにはそのスペイン人はアシエンダという荘園を作りました。この荘園はですね、その地主さんの豪華な家、建物、でその私有地ありました。でただ実際普段はどこに住んでいたかって言ったらメリダ、皆さんこれからメリダ行きます。メリダ市内に住んでおりました。メリダにはですね、メリダの旧市街があります。ダウンタウンです。そこも今から、まあ、植民地帯に作られた街並みがきれいに保存されている街があります。さっきみたいに五番目城のようにソカル広場を中心に、五番目城のように街並みが作られ、きれいな街並みが残っているところがあります。そこはそこで植民地帯の遺産なんですけども、この街のちょっと外れたところにですね、そのフランスに行ってフランスから戻ってきた人たちはですね、そこにパリのシャンゼリゼ通りをまねて作られた大通りが、完成しました。このパリのシャンゼリゼ通りにまねて作られた通りというのがパセオ・デ・モンテーホーと呼ばれております。ここはどこに位置するかといったら、あ、なんと今日皆さんが泊まるホテルがなんとその通りに面しています。皆さんは今日ホテル疲れてね、まあ、ちょっとすぐに夕食に出かけちゃいますけども、時間があったらそのホテル周辺、ホテルの目の前の大通りがですね、カセオデモンテーホといって観光化されている非常に綺麗な、通りがあります。
そこはパリのシャンゼリゼ通りを真似て作られた大通りになります。で当時はですね、その通り沿いにはフランス風なお屋敷がいっぱい作られました。で今もですね、100年だった今現在も、そのお屋敷がいくつか残っております。もし時間あってそこ散策される方いらっしゃったら、よく見てみるとフランス的なお屋敷がいくつか残ってますので、まあ、ちょっと意識して見てみると面白いんじゃないかなと思います。一応ね、皆さん見てみてください。そして、今ご案内したその足、ここでお金持ちになったスペイン人はですね、そのエネケンを栽培するためにアシエンダという荘園を作っていきました。で、豪華な、ね、住宅、住宅住居ですね、礼拝堂とか作業場とかエネケンをの繊維を取る工房とかただ作られました。でそこでスペイン人は豪勢な生活をしていたんですけども、ちょうど今から100年前にですね、メキシコ革命という内戦が始まってしまいました。これは社会革命ではなくて民主革命なんですけどね、その当時の独裁をしていた大統領を追放しようとかですね、農地改革をしようとか経済格差を是正しようとかですね、そういう社会的民主的運動が始まりました。その革命が落ちて内戦が終わった後、メキシコ政府はですね、農地改革をしていくんですけども、農地改革の一つとしてここにあったスペイン系またはお金持ちの、土地を募集する大私有地制度解体作業が行われました。お前ら、ね、もう土地改革が始まったんだから、お前らその土地もう手放せ、お前らにそんな権限はないんだという感じでですね、そのアシエンダという荘園はみんな、スペイン人は手放さざるを得ないような状況になっていきました。でそれからその手放された荘園というのは誰も管理しないので廃墟になっていきます。マヤ人もそこに進んで住もうとは思っていなかった。でそのまま放置されるともちろん誰も掃除しないですし、でメンテナンスしませんので、ちょっとずつ、ね、破壊というか壊れ、破損状態、破損化していきます。ただそういう放置された、そういう豪華な建物というのがですね、まだそのメキシコのその当時の政権によって考え方変わっていきますので、1900年代半ばになってきますと、そういうかつて放置された荘園というのがですね、また所有してもいいことになっていきまして、でそれからですね、外国人をはじめお金持ちさんはですね、またその荘園を買い取って自分のもの、自分の土地にして、それを改造していきました。でそれを改造して現在はですね、例えばその当時の荘園をホテルに改造したりとか、レストランに改造したりとか、または博物館として使い続けるとかしていきます。ここのヨカタン半島、この辺りのですね、有名な観光地としてはアシエンダ、昔使われていたお金持ちの住居を、ね、再利用してホテルに使われるアシエンダが多いです。私が時々仕事でそういう荘園とか行ったりするんですけども、マヤ人はね、貧しい生活しているのに、スペイン人のお金持ちはこういうところで豪華な生活してたんだなというのが伺えます。ちょっとツアー行く、このツアー忙しいんでそういうところを訪れる暇ないですけども、ね、この辺ではですね、アシエンダという荘園がいっぱい作られました。特に独立した頃、今から200年前に独立した頃というのは、荘園はね、500もの荘園が作られていたそうです。今はまだ復元されていないものを含めて369もの荘園が残っています。そのうちの半分は再利用されています。
半分はそのまま廃墟のままで、廃墟のままになっております。皆さんね、こういう国道とか走ってると、ね、いろんな放置された土地が結構ありますけど、時々トウモロコシ畑出てきたりとかしますし、時々、そのさっきご案内したエネゲンの畑が見えてきます。ちょっと私のアガベと呼ばれている特別なアガベになります。スペイン語にするとアガベアスルテキラーナのウェーダッシュになります。この特別の種類のユーデツランの葉っぱを切り落として、で残るのが根っこになります。根っこの部分を掘り起こしまして、その根っこの部分をですね、蒸し釜に入れて、蒸し釜で48時間ほど蒸し込みます。で蒸し込むとですね、その残った根っこからですね、甘い汁がじわじわ出てきます。それを噛むとサトウキビ噛んでるような感じで非常に甘いです。で甘くなったその根っこをですね、今度砕いてすりつぶして甘い汁を取り出します。で今度甘い汁を取り出した後発酵させます。でこれ会社ごとに違うんですけど、いろんな酵母を混ぜまして、で発酵させて、でその後それをね2回ほど蒸留させます。こちらは蒸留酒です。1回蒸留させると80度、アルコール度数が80度から90度で、2回蒸留させると、まあ、35度から、ね、40度ぐらいに落ち着くそうです。そして2回蒸留してできたものがテキーラになります。で、できたテキーラもですね、また例えばウイスキーみたいに熱気の樽で寝かせます。で、寝かせる年数によってまた名称も名前も味も変わってきます。例えば蒸留したてのテキーラっていうのはですね、テキーラブランコと呼ばれます。ブランコって白、スペイン語の白なんですけどもね、出来たてのテキーラは結構ね味がきついです。で色が透明、大体カクテルに使われるのはこのテキーラブランコになるそうです。でそのブランコをそのまま失格することもあります。でそれを木の樽に入れます。で木の樽に入れまして、3ヶ月から1年樽の中で寝かせます。で1年ほど樽の中で寝かせたものがデポサードと呼ばれております。デポサードはですね、木の樽で寝かせますので樽の中で燃焼しますので 味がマイルドになります。で樽の色が液体につきますので若干黄色っぽくなります。大体メキシコの方はこのレポサードの方が多いです。そして木の樽の中に入れたまま3年ほど寝かせたものがアニエホといいます。このアニエホはですね、樽の中で燃焼しますのでもっともっと味がマイルドになっていきますし、樽の色がつきますので、もっと麦茶色っぽくなります。こういうのをね、ストレートで飲むと美味しいです。なので皆さん、もし例えばテキーラ飲みたいときにですね、例えばレストランでメニューを見ると同じテキーラの銘柄なのに3つ種類が書いてあることがあります。そういうときは大体一番安いのがテキーラブランコというね、出来たて。で、その次に、デポサード、そしてアニエホと値段が変わっていきます。で、それぞれ味が、値がする分だけ、マイルドになっていきます。このテキーラもね、お土産にいいんじゃないでしょうか。日本でもテキーラ売ってますけど、日本のテキーラ、輸入品というシールがべったり貼ってますよね。でしかも関税の、ね、意味合いでちょっと度数を変えてるとか、ちょっと糖分の量を変えてるとか、いろんな話もあるので、やっぱりより一層メキシコ人が飲んでるテキーラを飲みたい場合はこちらで買っていくのがいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、瓶物で液体だと重くなっちゃうのは何なんですけども、
そういうのもいいかなと思います。例えばあの酒屋さん、スーパーマーケットはお得用の大きい瓶しかないんですけども、酒屋さん行きますと本当にワンショップ程度のちっちゃなテキーラの瓶も売ってます。今回はちょっと、こちらでは時間ないですけど、今度メキシコシティに戻りますと、今度メキシコシティで泊まるホテル、昨日泊まったホテル、おとといか泊まったホテルの近くにもあったんですけど、今度また戻った時に、泊まるホテルの目の前にも酒屋さんありますので、興味ある方はそこでちっちゃいテキーラの、瓶売ってますので、興味ある方見てみてください。そのちっちゃい瓶もですね、あのウイスキーとかのラム酒のちっちゃい瓶もあるので、よくテキーラって書いてあるのを見ないとちょっと勘違いしちゃいますので、しっかりお店の人にもね、テキーラテキーラってちゃんと聞いてくださいね。でこのテキーラもですね、飲み方いろいろあります。美味しい飲み方教えてくださいとかよく聞かれるんですけども、美味しい飲み方、まあ、特にそれは個人の好みなんでね、どうにも言えないんですけど、一番いいのはストレートですね、やっぱりね。ただ日本ですとテキーラを飲むときはワンショット、ワンショットのことはタバジートと言います。タバジートなんで、例えばレストランとかでバーとかでですね、テキーラワンショットお願いしますっていうときはですね、ウンカバジートプロガボール、スペイン語の1でウノ、ワンショットショットでカバジートゴルファボール、お願いしますね、ゴルファボール。英語のプリーズですね。イタリア語にするとペルファボールですかというと思います。カバジータゴルファボールというとですね、この人テキーラ知ってるな、普通にできそう思われます。で、その後スペイン語で何か返されたら返せないと思うんですけども、カバジータゴルファボールというとですね、テキーラワンショットお願いしますという。で、日本ですとそのワンショットをね、なんかまあこれ罰ゲーム的、なんか飲み会で罰ゲーム的に行われることあると思いますけども、私にするとですね、ワンショットを飲んじゃうのもったいない、美味しいね、ゆっくりね、味わってほしいと思います。私あのそのワンショットをストレートでちびりちびり飲んでいきます。やっぱりアルコールの度数が高いんで結構喉が焼けちゃいます。なのでできればライムをかじりながら、飲んでいくといいかなと思います。もちろんワンショットが悪いっていうわけではないんですけどね。あともちろん人によっては飲み方でロックで飲む方もいますし、私昔メキシコ市に住んでたんですけども、冬の寒い時期はですね、お湯割りにして飲んでたことあります。メキシコ人からするとなんて、まあ、邪魔なことするんだよ、つまりテキーラワンショットで飲んでストレートで飲めば体が温まるんだよなんて言われたことありますけど、確かにストレートのこと温まります。ただもっと軽くね、抑えたい場合は、ね、お湯割りとかすると面白いんじゃないかなと思います。まあもちろんこのテキーラはね、カクテルで飲むのも有名なものが、昨日も飲んでたか出ましたけど、マルガリータとかね、飲むと面白いかなと思います。まだね、ツアー時間ありますんで、まあ、よっぽど時間なかったら、コンビニでもテキーラ売ってます。好きな銘柄はね、皆さんそれぞれ、ね、いろいろ、何て言うんですか、好みがあると思います。まあ、私の好みは、まあ、後で聞きに来てください。まあ、でも、メキシコで言ったら、やっぱり、昨日も飲まれてた方いますけども、ビール、ね、メキシコビールも結構美味しいです。メキシコのビールも種類いっぱいあるようにも見えますけど、種類がいっぱいあるんですけども、実際ビール会社はね、2社しかないんです。で、それぞれの会社ごとにいろんなビールの銘柄を作ってます。一つがですね、モデロ社の主力商品というのはコロナビール。やっぱりメキシコだったらコロナですよね。日本でもコロナビール、ライムを瓶に
刺して出てくるってことをよくね、皆さんイメージされると思います。で、このコロナビールが、売り出しているビールというのが、例えばモデロエスペシャルとかですね、ネグラモデロとか、ビクトリアとか、そういうの、そのようなビールがあります。そしてそのモデロ社に対抗してできたビール会社が、これちょっと長ったらしくて覚えづらいんですけども、覚えなくてもいいです。このビール会社がですね、クワウデモック・モンテスマ社というビール会社です。クワウデモック・モンテスマ社。これは全部アステカの王様の名前です。クワウデモックというアステカの11代目で最後の王様と、モンテスーマという9代目の王様。クワウデモック・モンテスマ社というね、ビール会社。で、こちらの主力商品は昨日もありました、ソル。ソルとか、昨日あったドスエキス、テカテは日本にも入ってるのかな。テカテとかですね、ラガ、今のドスエキスはラガって。あとはボヘミアとかね、そういうビールがあります。で、ビール会社2社ありますけども、両方とも外国のビール会社に買収されてますので、まあ、メキシコ独自ではなくなっちゃってるんですけども、ね、一応名前はメキシコのビール会社で名前が残ってます。ビール飲む時ももちろんね、我々はビールは普通に飲むものを飲みますけども、メキシコ人のビールの飲み方はですね、また面白いことにわざわざ混ぜるんですよ。メキシコのビールと我々がすると若干軽めっていうか薄く感じると思います。メキシコ人はこれにね、いろんなものを混ぜて飲んだりします。よくあるのがね、ライムとか塩をね、入れて飲んだり、ね、味をちょっと強くして、ね、飲んでる人があります。よくレストランに行きますと、メニューにビールのこと、スペイン語でセルベーサと言います。セルベーサの、ね、欄があって、セルベーサのまあ、コロナとかソルとか書いてあって、一番下の方にプラス5ペソで、ミチェラーダって書いてあることがあります。プラス5ペソでミチェラーダって書いてあるとですね、例えばコロナビール頼んでプラスミチェラーダにするとコロナの瓶ビールが出てきて、でそのと一緒にね、ライム汁の入った、グラスが出てきます。それに自分でビールを注ぎ込んでライム汁入りビールっていうのを飲むこともできます。チェラーダって書いてあると、ライムに唐辛子のチリパウダーですねが入っていることもあります。なんか複雑ですよね。場所によってはクラマートプラス5ペソでクラマートって書いてあることがあります。クラマートって頼むとコロナビールのクラマートにすると、コロナの瓶ビールと、トマトジュースの入ったグラスが出てきます。で、コロナビールとトマトジュースを混ぜて飲みます。またはプラス5箇所でですね、クバーナと書いてあることがあります。クバーナと書いてありますと、ライム、チリパウダー、マディといっていわゆる醤油ですねを混ぜたグラスが出てきます。それに自分でライムを入れて、それに自分でビールを注ぎ込んで飲みます。何ちゅう味だって感じです。私は邪道なんでそういう飲み方しませんけども、メキシコの方は大体ビールは普通じゃなくて大体カクテルみたいな感じで他の素材とかと混ぜて飲んだりします。まあ、興味ある方もね、飲んでみてください。まあ、頼んでみると面白いかなと思います。有名ですけどもね、基本的には大体イタリアからこうイタリアとかフランスとかから、ね、苗を持ってきて作ってるそうで、
主に3カ所メキシコワインの産地があります。一つはケレタロというメキシコシティから、まあ、車で2時間半ぐらい行ったところにある町でも有名ですし、カリフォルニアワイン、メキシコの地図見ると左上の方に細長い半島があります。その細長い半島がね、あのカリフォル、まあ、バハカリフォルニア州といいます。バハって下という意味なんですけども、そこでメキシコのカリフォルニアワインも作られております。でもう一つのね、テキーラ、テキーラじゃねえや、ワインの産地というのが、パラスといいます。このパラスはメキシコで一番古いワインの産地になります。これあのスペイン人が来る前にです、来る前からそこに新大陸のブドウがあったそうで、あ、こんなとこにブドウがあるじゃないか、ここでワイン作ろうじゃないかという感じだったそうです、スペイン人が来てから。ただそこのそこで取れるブドウからワインを作ってもなかなか美味しくなかったんで、結局スペイン人は本国からね、ブドウの種をね持ってきまして、で栽培することに成功しました。そこがメキシコで一番古い、ワイナリーがそこにもあります。そこはあのね、我々がメキシコで一番古いワインメーカーだと思ってますんで、普通のワインよりも高いです。でもやっぱり美味しいので、皆さんね、ワイン好きの方はそれをね、飲むことが多いです。